どうも、岡野ゼミナール、塾長の岡野と申します。皆様お元気でしょうか。まあ国日本の未来のことをですね、まあ、考えてで、まあ神社にもちょっと参ったりとかして、いろいろ日本の未来をですね考えたりとかいろいろするんですけれども、やっぱりこう、何にもわからないなっていうのが、何にもわかんないっていうのが、って感じですかね。やっぱりその、最近はですね、まあ討論で、中国共産党のこととか、アジアに対してどうやらっていう、まあ、その討論を30分ぐらい見たのかな。そしたらもう見てられなくてですね、やっぱりこうワンワールドオーダーというですね、そこの、視点がですね全くない状態で語ってると、本当にね、潜水艦との戦いだとどこから撃たれてるかわからないというのが一番危ないんですけど、どこから撃たれてるのかわからない状態がものすごくこう続いてるんだなと思うと、まあ、参ったもんだなと思いましたね。どうやれば良くなっていくんでしょうかねっていう感じの、どうやったら気づける人も増えていくのかなとかちょっとね考えますね。やっぱりその水島社長がですね、まあ神道国盛りで、まあ、ウイグルの女性を、が出ていただくと、選挙に出馬していただけるということで大変お喜びになられてましたけれども、まあ、すごいですよね。やっぱりその小生も、チャイニーズの人と喋ると、やっぱ国家動員法っていうですね法律ができてますから、どうしてもきついなと思いますね。でこの前ですね、まあ、伊都中のまあ40ぐらいの、まあ、連れというか、まあ、と一緒に飲みましてですね、でこう戦争の話をするじゃないですか、まあ、ウクライナとロシアのこととかも、まあ、喋るじゃないですか。そしたらやっぱり、いや戦争があるから儲かるんだと、まあ、述べてましたね。いやって感じなんですよね。結局その戦争が起こることによって、まあ、石油メジャーも儲かりますし、軍産大体も儲かりますし、でまあ食べ物の値段も変わってきますし、じゃあ商社っていうのはその値段の変動によってその高くても買ってくれるようになりますからね。それでやっぱ結局、まあ、儲かる。でその高くなってしまったところを、ね、どうやって安いルートで運んでですねトランスポートさせて、そこからの利益なんですよね。だからやっぱりその、大きな組織であればあるほど、やっぱりこう戦争が起きた時の非常に、まあ、大きいんですよね、利益がね。でロシアとウクライナに関してはやっぱりアメリカが80キロ以上飛ぶミサイルっていうのもやっぱりねウクライナには売らないんですね。80キロ以上飛ぶようなことになれば、ロシアの方に直接攻撃ができますから、そうなってくると
戦争が長引かせることができない。なぜならロシアに直接攻撃をするとロシアが核を利用する口実ができますからね。ですから、まあ、今回のそのウクライナのことでやっぱりこの核保有してない国がどういうふうな顛末になるのか、どういった結末が待ってるのかっていうのは我々は学んだと思います。ですからウクライナの一般の、ピープル、まあ、民間人ではですね、非常にまあ、辛いと思いますが、ただですね、ディバイド&コンカーといいまして、国境線を引いてですね、仲違いをさせて儲かっている人たちがいるんだぜというね、ワンワールドオーダーの視点がないと、やっぱりこういつまでたってもすごい狭い世界でそのタヌキが喧嘩したとかキツネが喧嘩したとかですね、うるせえよと、山を見ろよみたいな、山じゃねえ、その町村を見ろよと、その土地を見ろよと、じゃあ日本列島を見ろよ、じゃあ日本の全体のまたもっと多くの、ね、地球から見るよとかっていうような形で、まあ、申し訳ないですけどね、やっぱりこう地球規模でそのストラテジー戦略をですね取ってる人はこの世の中にはいますよ。だからそのそういう視点を皆さんがお持ちにならないと、いつまでたってもやっぱりね、答えは風の中ですね。つまりお金持ちの人たちがよりお金持ちになっちゃうだけですよ。もう少し戦争とかそういったものを減らして、でやっぱなんだかんだで軍事産業すらもビジネスでしかないんですから、戦争をトランプがやった時のように大きな戦争をですね10年以上させなければ、軍産複合体は新しい武器の開発する予算が生まれませんから、そうなってくると勝手に縮小していきますよ。100年間戦争が起きなければもう軍事産業なんてねこの世になくなっちゃいますよ。定期的に戦争をしてしまうからこそ軍事産業がそのお金を使って新しい武器の開発をするわけですね。で、世界中ですね、争いがなくなることはね、おそらくないんでしょうけれども、ただその国として勝手にさせてやれよっていうところがですね、大きい力が介入しすぎて、例えば弱い方に力を入れすぎると、戦争って長引くじゃないですか。じゃあ戦争が長引いて誰が喜ぶんですかっていう視点をもう持たない限り、もう本当に答えがない。もうなんかずっと熱頃堂々巡りしてて、で小生からするとその YouTube でこうやってお話しさせていただくんですけど、もう同じことしかずっと述べてないんですね。なずっと同じことしか言ってないから、その話すことがなくなってくるというか、もう結局同じ。だからやっぱりそのマトリックス、ワンワールドオーダーのを握ってる人たちがアメリカとかチャイナとかをそのコントロールして、本当であるというような、現実の世界を本当にそのネットゲームのように支配している人たち、そういったストラテジーとかそういった視点を持っている人が世界中には本当にいるんですね。じゃあその本当に持っているものからどうやって日本人が、立ち上がっていけるのかって言ったら、やっぱりですね、視点を広くする、ワンワールドオーダーを広くしていかざるを得ないんですね。
なので、まあそうなんですよね。だからもう他のセミナールで喋ることが、なくなってしまったというこの虚無感、でここからどれだけ広げてどれだけの人に伝えれるかっていうのは、まあ正直な話分かりかねるということです。やっぱりね、チャイナ自体も1963年、まあ、東京オリンピックの1年前ですけど、その時に核のね研究というか、核をその地下とかではなく、もうチベットとかそこで直接爆発させて研究させてしたことがあるんですね。ですからそういった経緯があることで、イスラエルも核保有国であろうというようなですね、まあ気がしなくもないというかね、本当に何にも面白くなくなってきたなという印象でございました。それではですね、まあ他のゼミナールでございます。皆さんもご意見を